3から8レッドソックス現地時間7月2日、ローンデポパーク、レッドソックスの吉田忠直外野手、30が2日、日時間3日、敵地でのマーリンズ戦に、6番、指名打者で、先発出場。5打数3安打1打点の活躍を見せ、チームの連勝に貢献した。西一塁で迎えた初回の第1打席は、マーリンズの先発右腕、ベロゾのチェンジアップを逆方向へ弾き返し、鮮やかな流し打ちで、左前安打。イニング先頭だった4回の第2打席もベロゾから、ライナー性の右前打を放ち、9番、ラファエラの9号3ランで3点目となるホームを踏んだ。5点リードで迎えた7回の第4打席は、西1・2塁の後期で2番手右腕のクローニンと対戦。カウント1から15の内角シンカーを詰まりながらも、中前へ弾き返し、4試合ぶりとなる打点をマークした。この日は吉田らしく、広角にヒットを打ち分け、5打数3安打1打点の活躍。1試合3安打以上は、今季2度目となり、2戦連続マルチで、打率は、259、オプスは、677となった。レッドソックス打線は先制、中押し、ダメ押しと、理想的に加点して敵地で快勝。今季の通算成績は45勝39敗で、貯金6となった。